はい、毎度どうも、日内丸でございます。こんにちは。今回はフェネックイージスフラックスを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。赤、白、黒とね、なかなかいいカラーリングなんですけども、自分自身があんまりフェネックを使わないんでね、どんな感じなのかちょっとカスタムの方を見ていきましょう。命中率を下げて機動性と操作性を上げるっていうカスタムなんですけども、いや、命中率と操作性はね、もともとすごい低いんで、そこの命中率を下げてくるっていうのはね、機動性と操作性上がってるっつったってね、もうノーマルとほとんど変わらない状態だしね、まあ、拡張マガジンの A が入ってるとしても連射速度がすごい速さなんで、一瞬で多分マガジンも空になっちゃうんじゃないかな。まあ、サプレッサー入ってるんで赤点はつかないんですけどね、敵のマップにね。まあ、フェニックのイージスフラックスのカスタムがこれなんで、このカスタムのままで戦っていきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所アルマナストライク、行ってみようぜということで、左の方から行って、今回ははしごを登って上から行ってみようかな。さあ回って、ん、下の道行ってるかな敵さんは。ちょっと待ってください。はい、ここから飛び降りて、とう、あれ、誰もいらっしゃらない。おかしいな。もうリス側行っちゃったかな。まあいいや、敵さんのリス側に入ったけど、あ、当てれるかな、ここ。このぐらいの、ああ、無敵だったね。あ、しまった、無駄に弾を使ってた、やられちゃった。あれ、なんでこっち側向いてきてるんだ。あ、向こう、自分のリス側に攻めていった人が戻ってきてたのかな。まあいいや。さあ、今度はコンテナの中を通って下に行って、あれ、来ない、来ないな。あんまり敵さんと合わないね。さあ、グレネードでもちょっとポイッと掘ってみて、ガースもおまけに掘っておきましょう。ああ、ちょちょちょ、あ、やられちゃったまた M4 の人にやれちゃったね。この距離なら撃てる。おお、危ない危ない。ちょっと伏せて、あら、せっかく伏せたのに向こうに無視していったもんだから、もうびっくりだな。あそこにいるのか。ちょっとグレネード掘って、あ、しまった、ガス海の中掘っちゃったやっちゃったな、これ。これはいけるか、パッと。はい、オッケー、ナイス、スライド攻撃。うわ、やり持ってる、危ない。あ、倒せた、よかった。危なかったな、今のは。はい、ラジコンで頼むよ、ラジコン。え、そっち、あ、違うでしょ。あ、そっち、あ、なんだよ。はい、ハンターグラウンドなんで、え、2人倒せなかった、あ、やられちゃった今の距離ならどうだ。ハンターキラードローンの爆発力だったら2人いけたと思うんだけどな。まあまあいいか。あ、またこの人槍で攻めてきてるね、危ない。あ、しまった、狙いが頭の右横だった、失敗しちゃって。さあ、もう一度左の方から行ってみましょう。ん、敵さんはいらっしゃいますかね。いらっしゃいましたね、やられましたね足打たれてやられちゃったあーあーああ、もう。さあ、もう一度、じゃあ左の、ああ、いたね。はい、倒して、ん、上から大マシンがなんかで攻撃してきてたのかな。まあ自分はここでちょっと当て伏せ攻撃で、すごい速くなくなるなあ。あの距離でもう10いくつとかしかダメージ与えてないからね。この距離で20いくつでしょ。いや、厳しいなダメージ小さいんですね、フェネックって。まあそりゃそうか。一応ハンターキラードーンほっといて、あ、当たった、 OK、 ナイス。んで、右の方にちょっと行ってみましょう。あれ、やられちゃってる。なんだよ、どこから撃たれた。ラジコンが行ってるけど、どこだ、あれ、ラジコン戻ってきてる。どっち行くの。あ、オッケーオッケー。はい、倒して、ん、上にいるのか。ちょっとリロード、上か、あれ、どこいるんだろう。あ、一応掘ったけども、どう、あ、誰も食らってない、いらっしゃらない。ん、どこだ、ん、あ、来た。はい、倒して、ケンドルが俺どこかな。あ、やられちゃったあら、この人 M13 のやつだったんだ、レジェンドね。槍でしか見てなかったから、槍でずっと攻めてくる人なのかなと思ってたら、
MG13 を持ってらっしゃったと。はい、ワンちゃんに頼んで。え、ワンちゃん何やってんの？おっけおっけ、ないです、ワンちゃん。はい、はしごを登って、今度はこっちから回ってみましょう。あれ、誰もいない。なんて答え。あ、誰かやっつけてくれてるんだね。あ、ナイス。下にいるか。下にいるんじゃないか。あ、いたね。オッケー、倒した。ん、どこから撃ったんだ。あ、だから、どこいた。あ、ここにいたのか。待ち伏せしてたんだな。しまった。あ、ピロがそこで撃ってくれてるね。オッケー、セントリーガーの撃ち漏らしたやつをね、ガンガン撃ってくれ。あ、来てるね、来てるね、来てるよ。オッケー、ナイス、セイバー。そこから撃ってるから。なんか足りなかったね。メジャーアシストになっちゃった。うまく当てれなかった、全打。一人ならまあまあいけるんだけどね。フェネック、ちょっと遠くを狙うのしんどいのかな。まあ、命中率と操作性低いですからね。射程距離もそんなないしね。ん？どうかな？あ、いた！オッケー、ナイス。前の人がね、撃ってくれてたんでね、ダメージ与えれてたのかな。さあ、こっから降りて。いない。ん？あ、いた。敵じゃない？今の。ほら、いたじゃない。倒して。ああ、セントリーガーこんなとこにある。やばいやばい。ああ、しまった。童貞に追いつかれた。やばいぞ、ラジコンで。さあ、止めていけるか？止めれない？え、どこ？ん、何やってるの、ラジコン。おお、そっち行く？止めれた。オッケー、ナイス、ラジコン。でもって、セントリーガーを設置。あ、終わったかな。はい、勝利、50対48、ジジイ。MVP いただきました。ありがとうございます。あー、ピロイーね、ありがとう。いや、ここは本当、敵がね、弾切れしてくれたから助かったな。足ばっかり狙っちゃってるな。ここは撃ってたけど、無視されちゃったよ。悲しいね。はい、レートは82、ピロのレートが76でした。まあ、味方さんにね、いいねを入れて、ポーズを決めてのありがとうございましたっていうことでね。はい、相手さん方にもいいねをちゃんと入れまして、戦績見ていきましょう。23キル7です、1アシスト。ピロが15キル4です、3アシストでした。あ、相手の MVP の方と全く一緒のね、戦績でしたね。ということは2位3位が頑張ってくれたってことですよね。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。フェネックのイージスフラックス使ってみたんですけどね、やっぱり連射速度がものすごい速いんで、弾が多少増えたって言ってもね、一瞬で打ち尽くしちゃうんで、あと命中率と操作性が低いっていうのもあるんでね。まあね、あとサプレッサーライトのバレル使ってるけども、正直もう目視で撃てるぐらいの距離にならないと当たりにくいんで、サプレッサーがあったとてどうなのっていうようなね、気もするんですよ。それだったらもう、あの余ってるスロットに普通にタクティカルなサプレッサーとかつけて、あとあのバレルを伸ばしてね、射程を伸ばした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。もともとこれって機動性も結構高いんで、多少そこが下がっても命中率、射程距離、操作性を上げるようなカスタムの方が安定するんではないかなと思うんですよね。まあ、もちろんね、キャラコンがすごいできて、もう自由にね、こう飛び回ったり滑り回ったりする人だったらもうこれで全然いいんでしょうけどね。まあ、自分だったらまあもうサプレッサーライトをやめてバレルを変えて、まあ、グリップか、マズルを変えるかなってとこですね。まあ、もちろんレッドドットサイトをね、余ってるスロットに入れるっていうのもまあ全然いいと思うんですけどね。まあ、この銃に関してはね、チャレンジストアの金庫で30ポイントでゲットできるやつなんで、もう皆さんさすがにね、無課金だし持ってらっしゃると思うんでね、ぜひ一度ね、試しに使ってみてください。まあ、フェニックちょっとしんどかったな、久しぶりに使ったんでね。まあ、またね、フェニックも機会があったら使ってみたいと思います。ではまた次回を待て。